モノクロームディスプレイアダプターは1981年に IBM PC 用に開発されたテキスト表示用のビデオカードである。グラフィック表示用の CGA とともに IBM PC 及びその互換機用の最初の標準的ビデオカードとなった。MDA には 4K バイトのブルームが搭載され80桁25行のテキストを表示することができる。 またプリンタインターフェースを持っており、当時求められていたテキスト表示と印刷のための機能を考えると割安であった。コントローラは CGA 同様モトローラ MC6845 を用いている。この80桁25行はグラフィックス解像度と比較すると7 2三3 5 0ピクセルに相当するため、後にこの解像度で。 グラフィック表示を行えるヘラクレスグラフィックスカードがヘラクレス社から発売され、折からのスプレッドシートブームと相まって爆発的な売れ行きを示した。MDA の全表示モードは、後継の絵が VGA、XGA 等でもサポートされており、上位互換性がある。 コードページ437の文字、MDA の表示モードは、1種類のテキストモードだけで、ある。表示可能な文字は256種類で、初めの128字は、標準的な ASCII 文字セット。あとの128字は、アクセント文字、ローマン体、数学記号やグラフィック文字を含んでおり、拡張 ASCII として知られる。この文字セットは、 コードページ437として知られる。フォントパターンは8キロバイトのロムに記憶されており、ソフトウェアから変更することはできない。このため、ASCII ートがグラフィカルに表示を行う唯一の方法である。MDA のテキストモードは CGA の持つテキストモードとは一部は類似しているが異なる。なお80桁は IBM がパンチカードや 端末装置の IBM3270 などで使用していた桁数である。MDA によって生成される文字は、非表示、下線、通常、明瞭、反転、点滅の属性を持っている。いくつかの属性は組み合わせて使うことができる。MDA のディスプレイ接続用コネクタは、でマイナス9である。ピン番号は順に、ソケット正面の右上から左上。 右下から左下へ、ありがとうございます。